所から飛び出して向かったのは北海道与一町。玉山くんとシャーロットが訪れたのはこの町にある与一蒸留所。1934年の創業以来、伝統的なウイスキー作りを守り続けています。ここはマッサンのモデルとなった竹鶴正隆さんがウイスキー作りの夢を追って建設した施設なんです。その妻リタさんは母国スコットランドを離れ、正隆さんと夢を追う道を選びました。そう、彼女はシャーロットが演じるエリーのモデルになった女性なんです。蒸留所内にはかつて竹鶴夫妻が暮らした家が保存されています。翌日の撮影を前に、マッサンとエリーを演じる上で何かのヒントをつかもうと二人は訪れました。家の中には正隆さんとリタさんがそれぞれを思いやる愛が詰まった品々が当時のまま残されています。まだ入ってます。え、はい、ちょっとこれも。おー、すごい。これはリタさんが亡くなる直前まで正隆さんのためにつけていた実際の梅干し。彼女は誰よりも日本人になることを意識し、必死に日本に溶け込もうと努力を続けながら夫を支えました。そして正隆さんは当時手に入りにくかった英語の本を毎年リタさんの誕生日に彼女が亡くなるまで送り続けました。表紙の裏にはラブレターのようなメッセージが添えられています。竹鶴夫妻の深い愛に触れてシャーロットも感動。翌日の撮影現場は与一蒸留所内にある実際の施設。ウイスキー作りに欠かせない蒸留釜、ポットスチルを使っての撮影です。室内は30度以上、湿度も高く蒸し暑い状態。玉山くんを気遣うこんな場面も。かわいそう。昨日感じた夫婦の思いやる気持ちがいい感じで現れてます。なんかほんまの夫婦みたいやね。衣装を変えて次のシーンへ。マサハル、北海道与一町での撮影も順調に終わりました。約ね、もう1ヶ月だったんですけど、最初となんか変わりました。It's still really hard. But I don't feel so scared. Better.与一町での撮影からおよそ2ヶ月後、この日は大阪のスタジオで私と共演するシーンの撮影でした。シャロット、なんや、えらい疲れてましたわ。その日本の女優さん、僕も何作品か朝ドラ関わってきましたけど、誰しもが途中で一回倒れたり体調を壊したり根を上げたりして撮影が止まるみたいなことっていうのは朝ドラの歴史常にやってきたわけで、それを彼女は多分日本人のヒロインの3倍のハンディを背負ってるわけで、それを乗り越えるっていうことがいかに大変なことかっていうことに今チャレンジしてると思うんですね。週に6話、全150話放送される台本の量は膨大。覚えても覚えても次から次へとやってくる新しいセリフを頭に入れなければなりません。しかもヒロインであるシャーロットのスケジュールは超過密。朝10時から夜11時までの撮影を週に4日、1日に20シーン以上の出番をこなすこともしょっちゅう。言葉のハンディを背負っているシャーロットにはほんまにきついはずです。僕らが
すぐすぐよくわかんないロシア語とか出したインドネシア語みたいな言葉でやれって言われて、まあ、浅田の日々こう大学で来てくる分量的にすごい量で新しい言葉をどんどん覚えていかなきゃいけないっていう環境っていうのは、いや僕だったら絶対途中で国に変えてると思います、はい、彼女が膨大な日本語のセリフを覚えられる秘密、実は心強い味方がいてはるんです。ヒロイン日本語指導の塩谷義明さん。ハリウッドで活躍する日本人俳優のセリフ指導を数多く手掛けてきました。今回はその逆パターンです。塩谷さんは日本語の読めない彼女のためにセリフを英訳し、さらに全ての単語をローマ字に変換しています。さらにローマ字に変換した日本語の下にそれぞれの英語の意味も付け足しています。これは日本語を音だけで覚えるのではなく、それぞれの単語の意味を知ることによってどの言葉に感情を込めればいいのかが分かり、シャーロットの演技の手助けになるからです。マサハルのお母さんはマサハルズマザー、それからマサハル愛してるだったらマサハルラブスとか、その日本語の語順でそのまま英語をちょっとクレイジーイングリッシュと呼んでるんですけども、英語の文法を無視した日本語風の文法で英語を並べてみて、でもシャーロットはそれは自分が今話している英語を日本語を自分の言葉として相手に伝えているということで、一つの単語表現が持つ意味とかトーンを自分で分かって喋りたいので、こういう練習をしています。発音しにくい言葉に対してもある工夫がされています。日本語と英語の違いがその小さなつとかないので、反対を押し切ってきましたとかいうのはすごく英語系の人は言いにくい音ですので、例えばこれ普通にローマ字化すると押し切ってこういう風になるんですけども、ここにやはりこれを言うことによってキーが少し長くなって押し切って小さなつが聞こえるようにっていうような工夫をしています。日本語の経験とか日本語学習した人と全然違うので大丈夫かなっていう心配は本当にありました。でも彼女が挑戦すると言ってたので、それの、できるだけのことを私たちはしようと。彼女は本当にこうあらゆるこうストレスを感じながらもそれを我慢して現場に合わせるように努力している様がすごく拝見できますので、僕も本当にこう彼女を助けてあげたいとか、彼女のやりやすい環境を作ってあげないといけないなってすごく思いましたね、はい。もちろん他の共演者の皆さんも彼女と積極的にコミュニケーションをとっています。こう見えて私浜田舞は頑張って英語で会話することを心がけています。さすがにこれは何言うてるか伝わってなかったやろな。ごめんやで、シャロット。